皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。俳優の水谷豊と寺脇康文がタッグを組むテレビ朝日系連続ドラマ、相棒シーズン23、毎週水曜午くにクール、が10月にスタートすることが決定した。写真、右京、水谷豊&、カオル、寺脇康文、最新2ショット公開。シーズン23、は、杉下右京、 水谷×亀山薫、寺脇の黄金コンビが復活して3シーズン目。初代相棒、時代を加えると通算10シーズン目となる。原点を超え、大きな節目を迎えた右京×薫コンビがさらなる高みを目指して新シーズンを駆け抜ける。また今年は警視庁創立150年というアニバーサリーイヤー。 長らく右京を演じてきた水谷も警視庁の記念サイトに応援メッセージを寄せているが初回スペシャルではまさに右京が上層部の指令を受けて警視庁150年史の編纂編に取りかかるところから幕を開ける明治7年警視庁を創立したのは元薩摩藩士川路俊義川路は内務卿、大久保利道と共に警察機構を作り上げ 初代大警視、現在の総監、に就任。しかし後に大久保は暗殺という悲劇に見舞われるそんな警察黎明期に起きた事件をなぞるかのように大物政治家が殺害される事件が発生捜査を始めた特命係の前に立ちはだかるのは現代日本で広がる格差の現実そして政界にはびこる権力者たちの野望と陰謀だった 150年前と現在、社会が変貌を遂げていく中で、正義もまた変わってしまったのか。常に今とリンクし新たなテーマを取り入れ歩んできた相棒、だからこそ成し得る時代を超えた壮大かつ衝撃のミステリーが展開していく。シーズン23、でも長年シリーズを支えてきたなキャラクターたちは健在。 匿名係の廃止を虎し淡々と狙う野心家の警視庁副総監、衣笠杜氏、杉本哲太、駆け引きにたけ、鉄の女の異名を持つ内閣情報調査室トップ社子、仲間幸恵など、おなじみの食えない面々が今シーズンも暗躍。また、捜査一課の伊丹健一、川原和久、芹沢刑事、山中隆、出雲霊園、篠原由紀子、 やひまかでおなじみ薬物重機対策課角田六郎課長山西敦氏ら「相棒ワールド」に欠かせない存在たちもそれぞれの持ち味を存分に発揮する。もちろん小料理屋「小手まり」の女将小出まり森口陽子薫の妻でジャーナリストの美和子鈴木沙和もその存在感でドラマに絶妙なスパイスを加えていく。 そして初回スペシャルには過去シーズンで鮮烈な印象を残したある人物が意外な姿で登場右京によって救われ生きる意味を見いだしたはずのその人物が事件に深く関わってくることになる通算10年目という節目のシーズンの幕開けに際し水谷と寺脇が思い返したのは相棒の原点にまつわるエピソード 相棒は2000年6月2時間ドラマとして産声を上げたがその第1作の撮影中右京をかける薫の絶妙な距離感に面白さを感じた水谷が成功を確信このドラマいけるよと寺脇に手応えを伝えた瞬間があったという寺脇は僕はその言葉がとにかく嬉しかったんですその一本目があってこそ今があるんだなと思うと 非常に感慨深いですねと当時を振り返り水谷もそんなことがありましたねスペシャルドラマとして誕生してからこんなにも長く続く作品になったことを考えると彼との出会いはやはり運命だったんでしょうねと黄金コンビの歴史に思いを馳せたまた常に時代を書いてきた「相棒」シリーズについて水谷は「相棒」は今の社会を切り取って書くドラマであり そのスタイルは徹底してて貫いていくそういう矜持を現場が持ち続けている作品ですと断言するとともに気になる新シーズンへの期待について今誰もが品縮を買うことを怖がって萎縮しているような社会になってきた気がするのですが相棒は品縮を買うことを恐れずにこれからも挑んでいく新シーズンでも「相棒ワールド」 はますます進化していきますとシリーズのさらなる広がりを力強く宣言した。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。